それではですね CD-ROM に入っている MRI の画像データをインターネットで、ネットで共有したり送る私に送っていただく方法を簡単に説明しようと思いますまずは CD-ROM をですねパソコンにドライブに入れてください CD ドライブ CD-ROM を入れると勝手に ソフトが立ち上がる場合がありますが、そのソフトは開かないで、えー、このエキスプローラーですね。わ、えー、かりますかこの、ここ、エキスプローラーから、えー、これが CD-ROM ドライブですね。ここをクリックしてください。えー、そうしますと、こちらに CD-ROM に入っているファイルがあの全部見れます。 間違ってもあのソフトを起動しないでください。CD-ROM を入れてから。このエキスプローラーから、えー、ファイルを開いてみてください。で、ここのですね、DCOM っていうフォルダーありますね、えー。この中に画像ファイルが入っています。えー、画像ファイルと言いますと、皆さんはだいたい JPEG とか JPEG ファイルとか、えー、連想されると思いますが、 医療用の画像データは d っていう、えー、拡張費拡張紙、えー、ファイルで、えー、圧縮されてるので皆さんちょっとおなじみではないですでこれは DCOMViewer というソフトがないと、えー、普通は見れないのですまあこの CD の中に入ってますまあそれはいいんですがこの DCOM っていうフォルダこれをもうそのままデスクトップにコピーしてください そそこそこ大きいのでちょっとコピーするのに時間がかかりますで皆さんなかなかこの DCOM のフォルダを見つけてコピーするまでがわからないかもしれませんはいもう少しでコピーが終わります はい、コピーが終わりました、えー。そうしました。これですね。これがデスクトップにコピーした DCOM のフォルダーです。これをこのままですね、私の、えー、ドロップボックスに、えー、落,とし落としていただくか、もし、えー、Google ドライブという、えー、クラウドのサービス、まあ、申し込めば無料で誰でも、あのー、作れます、えー。Google アカウントを作っていただいて、 Google ドドライブにアップロードしてくださいでそのアップロードをしたものを私にシェアをしていただくと私が見ることができます一つは私のドロップボックスのサイトにこれをアップロードしてもらうもう一つは皆様の Google ドライブにこれをアップロードしていただいてそれを私のメールで共有していただくと私が見ることができます 三つ目は、このフォルダーをちょっとサイズが大きいので、このままメールでは送れないんです。ですから、ZIP ファイルで圧縮していただいて、ファイルを小さくしていただくと、メールもしくは、スカイプとかメッセンジャーで送ることができます。まあ、この三つの方法があります。ドロップボックスかグ、Google グドライブか、 そこにアップロードしていただくか、この DCOM フォルダを ZIP ファイルで圧縮してください。そしてメールもしくはメッセンジャー、メッセージアプリで送ってください。はい。以上が簡単ですが、CD-ROM に入っている画像データをインターネット経由で送る方法を簡単に解説しました。ではよろしくお願いします。